ファンの方にプレゼントをするものを探してきます。ファンイベントを行う時に5名様にプレゼントをということで、そのお土産を探しに行くとのことです。何が嬉しいんだろうね。難しいよねプレゼント。では迎えに行きます。おはようございます。連絡もらった瞬間飛び起きました日曜日ずっとこもってたら、そうですよね、やることないんで、めっちゃありがたいです。ごちそうさまです。いやはい、待ってます。今、毎日それしてます。そう、毎回それ。あ、見て、橋上がってるよ。え、が通る。すごい。これで通ったら下がるって言ってるじゃないですか。うん、そうだよ。この青とか、どうですか、ビーチは。久しぶりに行った。めちゃめちゃ綺麗ですね。水着で来たらよかった。絶対堀口さんここまで来えへんやろなと思って。三太郎君の彼女候補に探します。最高っす。最高っすよ。なんか写真せっかくだから撮りますよ、はい、2人で。様分です。難しくない、はい、この。でもこれすごい可愛いですよ。サイズ関係ないやん。写真立て。どう？いいんじゃないですか。プレゼントしたいなと思うものを。ね、可愛いですよね。この現地のお土産っぽいし、あ、可愛いじゃん。可愛いじゃん。それにする？あ、可愛い。サメのジョーズみたいな栓抜きが。はい、ここに、あ、かわいい、フォートローダーデル。これとそれ使いますかね、堀口選手。子供のサメ、サメ、うん、ああ、やだ。子供のサメ入ってる。すごいちっちゃい声で気持ち悪いって。これおっぱい、おっぱい。いや、俺がこれ買ってったらあれでしょ。これでテキーラ飲む。ここで決めちゃいましょう。一個これにします。一個これちょっと面白そうですもんね、当たった方、はいはい、ね。これじゃあ金太郎選手欲しいと言います。まあでもふざけてていいね。ふざけてて可愛いですよね、ビキニの。うわ、その色初めて見た。ちょっとロイに買っていくか。ちょっと鳴き声違うな。辛そう。面白い。あ、ロイこれいい。お前色いっぱいある。ちょっとロイの買い物になっちゃってますから。太郎さんも選んでくれてありがとうございます。あ、充電器買う。充電器を買うそうです。いいの選べましたか？うん。うん。持ってくれる優しい。こんなん飲めない。飲めない。めっちゃ酔っ払いそうですね。でもなんかちょっと調子に乗ったら結構、はい、割とジュースみたいな感じ。うん、ほんまに堀口さんと試合決まるんで、あ、恐怖
恐怖恐怖もありましたから全試合やっぱ 見てるじゃないですか。ただでは帰られないのかなっていう、あ、気持ちはありました。なるほど。そんなでもフェイストゥーフェイスの時は恐怖なんて感じなかったです。いやいやいや、見せたら負けじゃない、まあ、そうですけど、はい、弟子入りしたんで。弟子入りした。弟子は取ってないから。俺は金太郎選手 YouTube 更新してください。楽しみにしてると思います。金太郎選手の YouTube にも先ほどねトーク撮ったので、はい、こちらも見てください。はい、海に遊びに来たみたいなって、ね、すごいなんか日焼けしてるし。日焼け止めとか塗ってますか？いや塗ってない。あ、ダメだ。塗ってください。塗るんですか？いや、私が無理やり今日も塗りました。でもその前に走り回って逃げられました。マジですか？そうです。ここを見て帰ります。ここ何ですか？市場、まあなんかマーケット。めっちゃ楽しみました。はい、じゃあお土産を選んできました。まあだいたい T シャツと、あとはこの写真立てとか、これ T シャツプラス、なんかこのプラスこのなんていうんだろう、これ1個、まあ、写真立てとこの T シャツセットでプレゼント、5名様にプレゼントです。はい、はい、皆さん楽しみにしててください。ファンイベントは6月16日ファンクラブに入ってる方は、まあ、参加できるので、まあ、ぜひ来て、あの僕と握手しましょう。じゃあまたね。金太郎さんもありがとうございました。 ありがとうございました。すごい。これからもよろしくお願いします。めっちゃ焼けましたね。見てロイの顔。あ、気に入ってる。いやちょっと怖い。じゃあ2人で最後またねお願いします。せーの、またねー。